を飼育している生態の羽化掘り出しになります。何がいたのってなるよなこれ。すごい、かっこいいね。はい、どうもこんにちは、みおりです。いつもお世話になっております。そして今回のカメラマンが静かにして、ケンくんです。いや、愚痴ケンです。おい、そんなに自分を責めるなよ。覚醒する前の化け物。狼男のようだ。いやね、かわいい猫だ。くそ、具志堅か。そうだ、シーって言うけども。そう、シーのやつ。いや、この間驚きのね、ムッシャでムッシキングのオリパで当たった生態をムッシャで購入するっていう企画、すごい楽しい企画を思いついてやったんだけど、やっぱムッシキングとかそういうのの思い出もとか、オリパとかの部分のやっぱ僕が好きな部分が詰まりに詰まってたから、まあ本編が一応まあざっくり言うと14分ぐらいで、オープニングが32分ぐらいあって、いや長すぎるだろ。さすがに怒ってた。コメントでさすがに怒ってた。コメントでさすがに長すぎんだろみたいな。確かに長いな、そりゃ。そう、すいません。まあね、いや、ちょ、俺が名前間違ったばっかりにね、そうなっちゃったけどもね、だから志だもんね、死は。そう、静かにしての死じゃなくて、うん、で、剣、ソードだ、剣の。違います。僕の剣の漢字はお菓子の片揚げポテトの型です。具志堅の剣ってお菓子の片揚げポテトの型なの。知ってるだろ。一緒に手術ってこ。ああ、巻き返し。はい、ということで始まりましたけども、はい、はい、まあ、どんぐらいのオープニングになってるか分かんないけども、うん、はい、非常に中身の濃いオープニングで、まあね、詰めに詰め込んで、あ、いいね、はい、オープニング行かしてもらいましたが、はい、ただね、今日の動画は、うん、本編も詰めに詰め込んでます。おう、はい、もうサムゲタン回。ああ、開いたらもう、まあ、あんまサムゲタン開くっていうイメージないからあれだけど、そんな宝箱じゃないんだからさ。おー、ほんと、おーって、サダハル。これやめて。いや、まあまあまあ。そうか、大サダハルに相当ホームラン打たれたりとかもね。いや、違う、昔打たれたピッチャーじゃない、トラウマじゃなくてさ。いや、もう相当楽しい回です。羽化掘り出し正解。おー、サダハル。やめてよそれ。トラウマじゃんもう。やめてよそれって。羽化掘り出しです。あー、はい、なるほどね。素晴らしい、はいはい、ただ普通の羽化掘り出しではございません。はい、多頭飼育している生態の羽化掘り出しになります。あー、なるほど。はい、だからもう普通だったら1個のボトルとかケースから1匹みたいな感じのが主流で、うん、やっぱりまあその方がまあ飼育がより安全だったりはするんだけど、うん、幼虫同士が多頭飼育だと傷つけ合う可能性が あるから出会って、うん、ぶつかったりとかしてもすごいデリケートだから、うん、傷ついた結果羽化するのにちょっと支障をきたすとか、うん、そういうデメリットもあったりはするんだけど、はいはい、多頭飼育のメリットとして、まあ、同じタイミングで羽化しやすいとか、環境がまあ安定しやすいとかね、うん、あとはまあ単純にこっち側サイドの飼育スペースが、うんうんうん、よりちょっと小スペースで確保、飼育スペース小スペースでいけるみたいな、うん、ところとかそういうメリットもあったりするんで、はいはい、多頭飼育、まあ、やれる種類はやったりしてるんですけど、うんうんうん、その中で今回はなんだろうな、もう馴染みのある生態だけども馴染みがない生態。難しい、難しいでしょ。うん、哲学カブトムシ。おー、かっこいいね。哲学カブトムシでございます今回。もうなんか、うん、三森さん的にはそれがしっくりくるんだ。うん、そうね。おー、うん、ちょ、わかる、わかるんだったら答えてほしいけど、なんかピンとくる思い当たる生態がいるなら。いや、やめとこう。え、なんでやめたんだよ。まあじゃあ難しい、言おうかな、うん、はい、今回まあ一回出します。じゃあ、うん、はい、はい、今回多頭飼育で羽化してきたことだし、うん、こちらです。はい、はい、こちらです。逆。いや、あ、なんで見た上で逆なんだよ。おい、そう、かたくなだな。くそ、そびえ立ってるでしょ。あ、ほんとだ、すごいなこれ。これね、うん、合計ケース、大きいケースが4つありまして、うん、これもう全部同じ種類で、おう、
トリトゥスツヤカブトになります。おー、なんか聞いたことあります。聞いたことある、はい、これね、ほんともう YouTube 始めた当初、初めてクワカブプラネット、うん、愛知の昆虫ショップに行った時に、うん、店長にお任せで、何万円分か、生態を選んでもらうっていう時に選んでもらった生態、うんうん、で、これがね、その知ってるようで知らないみたいな言った理由として、うん、国産カブトにすごい近い種類、見た目が日本の、うん、いわゆる俺らが一番最初に知るカブトムシにすごい近い種類なんだけど、うん、ただこいつはインドのカブトムシっていうので、インドってすげえな、すごいよね。クワガタも、あ、そうそうそう、うん、クワガタもね、いろいろいるし、うん、ちょっとマニアくどころだとウエスティオオシカクワガタとか、うん、そういうのもいるしね、うん、オオクワガタ系もいるし、結構インドってやっぱすごい、お、うん、っていうところで、まあやっぱ日本だけにいるわけじゃないというかね、その近しいフォルムの子が、うん、インドとかにもいるし、まあ、台湾とかそっちの方にもいるしみたいな、うん、ところで今回はそのインドの国産カブトのような、うん、カブトムシたちが、これね、ケースにちょっとバラバラだけど10匹から11匹入ってるって感じ、うんうん、で国産カブトと一緒でサナギの部屋も縦に作るから10匹ぐらいだったらまあ大丈夫だろうっていうぐらいのスペースかな、うんうんうん、まあ下の面積で考えたら、うん、これが横に作るタイプだともしかしたら8匹とかぐらいの方がいいのかなってなるんだけど、うん、っていう部分で、もうほぼ飼育方法はもう国産カブトともう全く一緒ですね、うん、そこで言うと、はいはい、うん、で、まあ、あとはフォルムがね、そうは言ってもちょっと違ったりとかあるから、うん、そこも楽しめると思うんで、うんうん、あとはまあなん、これだから合計の4ケース無事なのを祈って掘り返していきたいところなんですけど、はい、うん、だからまあ数で言うと、ね、一応10から11なんだけど、これが10匹で、11匹、うん、で、これが10匹で、これも10匹、うん、で合計5億ですね。多いな、おい、今まで生産されたみたらし団子の数か。おお、いいな。でも売れてそう、それぐらい。確かに。いや、知らないですよ。知らないんかい、そんな言われても。でも、おお、ふてくさ連合じゃん。おい、連合やめろよ。チームだったんだ、俺。自覚なかったわ。まぁ、あ、ちょっと5億は言い過ぎた、うん、計算ミスです。41匹おお、うん、一番、だから無事にみんな羽化してれば41匹って感じで、ただね、うん、もしかしたら羽化してない子もいるかもしれないんで、うん、まあそこら辺も含めて掘り返していきましょうか。はい、じゃあ掘り返すにあたって一度青く鳴らさせていただきます。うん、いきます、せーの、はい、右手。あ、逆でした。こっちが青くなった、こっちが青くなりそうだったのにね。早っ、すいません。いいんですね、はい、右手で。これで何ら問題ないんで、このまま行きましょうか。はい、はい、じゃあまず1匹目から1セット目からやっていくか、とりあえず。うん、はい、じゃあもうこれ上から、もじゃあまず11匹のやつからいこうか。はい、はい、これ11匹のやつです、うん、もしかしたら上にもう上がってきてる可能性もあるから。はい、じゃあ行きましょう。1匹目、1セット目、このような感じ。はい、うん、もうこう糞があって、ちょっとこう陥没してる感じもあるね。はいはい、サナギの部屋作るときに結構土とかを使うから、うん、土を引きずり込んだりして陥没してたりっていう傾向になるから、サナギの部屋作るときって、うん、そういったのもちょっとまあ見られてはいるかな。はいはい、じゃあちょっとこれをまずはちょっと上から掘り返していこうか。みんながみんな浮かしてるわけではない。うん、でもまあおそらく浮かしてるだろうなっていうケースたちを選んだって感じです。実際まだそのこのポリツスツヤカブトは他にも幼虫いるんですけど、ここはちょっとまあサナギがね、横から見えてたけど見えなくなった子とかいたから浮かしてるんじゃないかなと思うんだけどね。ただ全部が浮かしてるかは分かんない。で、穴がね、縦にサナギの部屋作るから、そういった部分でも結構ワクワクすると思う。そろそろ結構硬くなってきた。開きました、穴。あ、ハイアル1個目の穴が開きました。まだ小さい穴だけど、ここに、これがサナギの空間で穴が開いた感じ。お、ここも開いたね。お、開きました。ちょっと大きい、今度、うん、これがもう、たまんないんだよ。どうでしょうか、まずこっちから行こうか。行きます。あれ、まだ幼虫？
幼虫だ。うわ全然幼虫か。あ、まだ全容でもないわ。うん、ちょっとこれ開けれないかもな。いきます、こっちも、うん、あ、こっちも幼虫だ。あ、でもこっちは全容だね。はいはいはい。これちょっと腹筋運動をしてる感じなんだけど、うんうんうん、こっちは幼虫じゃない、もう全容になってます。はいはい、うん、ただこっち、だからちょっともっとみんな全容かも。しかしこれはぽいやつを選んだんだけどね。あれじゃあ幻かな。俺が幻想を抱いたのかもしれない。お、あ、サナギだ。お、開いてます。まさかの。うわー、すげえ。そしてこっちは、お、こっちも開いてる。うわー、すごい。開いてるじゃない、サナギだ。こんな隣に、超近隣だよ。超近隣だよ。うん、いや、その低近隣みたいに言ってうわ、でも角が出してみましょう。さなぎ、ちょっと慎重に。はい。うわー、すごっ。いわゆるカブトムシ。でもこう見たらよく、あの、日本のカブトムシとかさなぎとか見かける人とか、僕の動画とか見てる人は気づくかもしれないけど、これ角が短いんだよね。そう、ちょっとだから沖縄カブトみたいな雰囲気、あの、比率でいうと角がちょっと短くて丸っこい感じ。ただサイズは大きくなるから、すごい体は大きくなるね。沖縄カブトをなんかでっかくしたような感じ。もうサナギだったね。綺麗なサナギです。ちょっと一旦置いとこうか。だから全部穴開けて一回確認してみたいな。まあ羽化まではまだ長いという、卵から考える。そうね、ちなみにこれはね、10月に幼虫なの確認できたって感じだから、うん、10月から9月ぐらいに孵化したかなって感じだから、もう1年近く経ってるからね。うん、結構こういう国産カブト系とかって8ヶ月から10ヶ月ぐらいでサナギになるから、うん、そのイメージで言うと、もう孵化してるかなと思ったけど、まだだったね。これが全容。よし、はい、はい、これこうやって腹筋運動、くねくねぐっと、普通の幼虫とちょっと動きが違う感じね。マットは食べないんですか。もうマットは食べない。もう幼虫の皮をかぶってるだけで、実はもうサナギみたいな状態、サナギの前段階みたいな。結構全容っぽいな。ここにも開いたけど、これも全容か。これも全容だね。あ、全容ですね。ちょっと出してみようか一旦。ちょっとこれ取り出せないからひっくり返して出します。まだ結構最近だね、サナギになったのも。まだちょっと柔らかいわ、サナギ。サナギもちょっと固まってくるタイミングがあるんだけど、うん、まだ柔らかいタイミングだね、うん、この時はよりデリケートだから、実際こういう子を見つけたらもう一旦やめるのが吉。あ、うん、一旦でもちょっと様子を見せたいんで出します。1,2,3,4,5 5箇所だね、とりあえずね。全容はちょっと深いね、これは。これもしっかり伸びてる。だからもうこれからサナギになろうとしてる子が主かもな、このケースは。これはまだ幼虫だから、ちょっとそっとしといてあげよう。さあ、でここも硬いんだよな、多分ここもなんじゃないかな。削っていきます。お、開いた。おー、ちょっと開けていくね、とりあえず。おー、7箇所目。さあ、あとはそろそろあってもいいけど。お、開いた。すごいすごいすごい。8箇所目。お、幼虫だね。あ、やっぱあった。ここ9箇所目、うん、で、あとはどこだ。ここかな。ちょっと一回全貌を明らかにします。あ、これも全容だ。うん、この子も全容ですね。はい、取れました。はい、これも全容。
5匹取り出したのか。あーでここはまだ幼虫っぽいな。でこれは結構深いぞ。でちょっと土が入っちゃったからこれも全部出さないとまずいから、うん、ちょっと出します。あこれ頭後ろになってるわ。これこうなってるとまあもしかしたら上に上がってくるかもしれないけど、はい、頭が下向いちゃうと頭が潰れちゃうから、あもう老化不全になるね、このままもしさなぎになったら。はい取りました。はい6、7、8、9だもんな。ちょっとここやばいぐらい埋まってるな。埋まらしちゃったな。幼虫ですか。いや多分全容じゃないかな。全容これちょっと幼虫だね。まだちょっとシワ感はあるけど、うーん取れました。はいはい大変だ。うんこれ絶対やんなくていいこんなことは。でももうここまで来たら全部、うん、回収。基本やっぱまあこれちょっと動画で動画もあるから、うん、こうやって取り出してますけど、うん、実際ね多頭飼育してたら、うん、国産株とか結構固まったらすぐ上に上がってくるから、はい、上がってきた子を見つけ次第別に移してあげるでもいいと思う。9匹かなもしかしたら、うん、ちょっと2匹は星になってるかもしれないですね、うん、これはちょっと取れないね。幼虫ですね完全に、うん、なさそうだな。もうないね硬そうな場所。あここはちゃんあるかも。10箇所目どうでしょう。お、サナギだ。はい、はい、おお。サナギですね。はい、おお。メスだ、メスです。はい、あと1、あと1だけど、うん、あ、取れた取れた、いつも取れた、はい、まだ顎が機能してるからこれは幼虫ですね、うん、はい、さあないかな。なさそうなんだけど。いやないね。もうサナギの空間周りってやっぱ明らかに異様に硬いから、うん、そういう箇所がないんでこれはいなそうですね。ちょっと綺麗にします。サナギの空間をすごい綺麗に作ってありますね。いやすごいよね、うん、こんな縦に、うんうんうん、あまり崩しすぎると良くないですもんね。そうそうそう、あ、まあ、崩しちゃった場合はもう人工養殖とか、うん、縦の人工養殖を作ってあげたりとか、まあ、トイレットペーパーの芯とかも縦式でこういう系のタイプのカブトムシには効果的だから、うんうんうん、そこに入れるのもいいね、はい、これ見てこんなにこんな穴をみんなが作ってたっていう。すげえな。一匹ずつ、あ、何がいたのってなるよな、これ。これ、まあ、こんな感じに作ってました。とりあえず。うん、で、全容の子とか、まあ、一旦戻しましょう。はい。はい。まあ、綺麗にできたから、ひとまず。で、例えば、さなぎの部屋壊しちゃったなっていう時、トイレットペーパーの芯とかを、そのまあ、土とかに刺してとか、やるのもいいし、なんか、最近だと100均にそういうちっちゃい、うん、なんだ、トイレットペーパーの芯の、ぐらいのサイズ感のやつとかあったりするから、それとかに入れてあげるとその観察もできる、羽化するまでのっていうのもあるから、そう観察とかね自由研究にぴったりだからね。それはそれで安定するんですかね。まあそうね、はい、とりあえずこんな感じで、はい、で2匹は一旦出しておきます。ちょっと洋室崩しちゃったから、この子たちはもしかしたらそこに入れててもここ危険だみたいな、壊れちゃったから危険だとか、うん、もうまた作り直すっていうのを動き出しちゃって他のサナギの部屋壊しかねないから一旦この子たちは残しておきます。はい、はい、ということで、まあ、まさかの、うん、なんならまだ幼虫の子も全然いました。うん、はい、でも多分羽化してるやつもいるからまずそれ羽化確認できたケースからいきましょうか。はい、多分ここら辺どれだ、これか、これだ、これですね、これ10匹のやつ。うん、さあ、いきます。これどうなってるかな、ひっくり返してみようか。いく、さあ、いきます。はい、いきますよ。おー、出てきた。
化してる。はい、羽化しました。皮が、はい、これがポリトゥスツヤカブトです。あー、かっこいい。国産カブトに比べてすごい丸っこいよね、うん、で、やっぱツヤがある。あー、光沢感がすごいある、背中に、うん、これが特徴かな。よかったよかった、うん、でかい、立派な子だね。かっこいいね、うん、かっこいいよね、うんうん、このフォルムで、ちょっとこの上、こっちから、お、なんだ、おお、頭、ケツの方が見えたわ、うん、ここは羽化してそうだな、結構、はい、さあ、行きます、割ってみます。はい、おお、あ、サナギだ。はい、サナギもありました。うん、これはもう洋室壊しちゃったから、その人工洋室で管理します。はい、とりあえず出していこうか。これは、おー、メスですね。はい、おー、メスもでかいね、やっぱちょっと丸っこいよね。で、ここも多分羽化してそうだね。サナギの皮が残ってるから、はい、おお、ほら、すごい、すご、見て、んじゃこらやだよな、マジ。太陽に吠えろもびっくりだよ。メス羽化、これももうじきにって感じかな。色味が確かに、うん、ちょっと黒っぽくなって、うわ、めっちゃ途中の、そう、もう固まってきてる。あとはある程度固まって、サナギがもう足から動き出して、こう脱いでいくって感じになるから。さあ、あ、ちょっと騒がしくなってるね。やっぱ最近夏祭りも多いから。おい、あっち祭り何の出店があるんだよじゃあ。はい、まだ羽化したてでちょっと足もおぼつかないけど、うん、しっかり羽化してます。あ、ここにもサナギが。もうこれはもう洋室壊して人工洋室に全部移し替えようかな。はい、サナギ、うん、ちょっと早かったな、羽化してはなかったね、全員が、うん、あと今6匹かな、どっかにあと4匹近くいるはずなんだけど、うん、さあどうでしょう。ツルツル、すごいよなこれ、うん、これを幼虫が作ってるっていう、うん、お、ここがいた、はい、おお、来ました、オスのサナギ。うわ、はい、あ、これもそろそろだね。うわ、色がすごいよな、なかなか見れない、うん、だからね、やっぱ頭と足とかは結構サナギの段階である程度固まった状態になって動き出すって感じで、ここら辺はやっぱこう伸び縮みあるから、羽とかは一回伸ばして縮むって感じだから、うんうん、そういったのはまだやっぱサナギの色味のまんまだね。うん、さあ、あとここもうないかな、これすごいでしょ、こんなカチカチ、これまだあと1個ありそう、やっぱりな、なし。これはでもどっかにないですか。ここあるね、ここと硬いから、うん、あと1匹、あと1,2,3,4,5,6,8 だからあと2いたら全員無事いきます。お、いました、オス、でかな、立派だね。そしてあと1、ここだ、これはいないね、もうだって見てこれ、すげえ、こんなよ、ボーリングの穴の断面図みたいな。確かにね、こう指と設計されているような、見えるよね、もう玉が見えるでしょこれ。随分カットされてるの。茶色だし、すごいわ、ここかな、ここ、あ、ここちょっと空洞っぽいね、ここ音が穴がある感じ、いきます、はい、おお、サナギです、サナギでした。うん、どうですか状態は。いや、まあ元気だね、健康的、よかった、だからとりあえずみんな無事そう、うん、で、よかったです。はい、さあ、もう全部同じ種類、同じ類大地血統の子というか、うん、まあみんな兄弟だから言ったら、うん、このまま行きましょうか。はい、さあ次どうなん、もう全部ひっくり返した方が早そうだね、こうどうせひっくりやるなら、うん、まあ慎重に、うん、だから皆さんは上に上がってくるまで待つでも全然いいです。うん、うん、はい、さあ行きましょう。ここら辺もちょっとどことなく、なんていうの、水分多くなってる黒い丸みたいになってるの分かる、
ここら辺とか、うん、こことかがさなぎの部屋、うん、さあ、行きます。どうだ、はい、うわあ、でもさなぎだ、結構さなぎか、はいはい、終わりますわ、あ、硬い、はい、うわぁ、オスのさなぎです、はい、うわぁ、すごいな、オスとメスでさなぎ分けておこうかな、じゃあ、うん、どこだ、はい、おぉ、おぉ、すごいすごい、全然成虫じゃないすごいすごい、もうちょいだったのか、そうね、うん、ちょっと早かったな、さあ、いきます、お、おぉ、ウカサナギ初めて聞いた、あ、ほんと羽化して間もないね、結構、あ、でもちゃんとしまって、いい感じにしまえてる、おお、だからまだ固まってなくて赤いって感じ、この子はさなぎの皮も、ここも、はい、うわ、かっこいいね、これは憧れるよ、みんな、俺もカブトムシなりてえな、なりたいんかい集めたいとかじゃなくて、憧れるね、あ、ここも、お、羽化してる、羽化してる子もいるね、素晴らしい、うん、お、結構もうそろそろ上上がってくるぐらいまで固まってるね、この子は、今、あ、もう分かんなくなっちゃったな、しまった、さなぎ3匹ぐらいでしたっけ、5匹ぐらいかな、今さあ、はい、おーい、はい、メス、これもメスっぽいかな、メスじゃない、はい、お、メスです、7かな、おそらく、あと、まだありそうだもんね、全然、さあ、いきます、はい、お、メス、綺麗に浮かしてます、で、あ、これちょっと浮かせんか、大丈夫か、あ、大丈夫じゃないかな、いきます、はい、わー、ちょっと羽が開いちゃったな、あ、羽が伸びきらなかったって感じか、うん、なんかすごい元気だね、うん、待って、よかった、これさなぎの部屋をちょっと横に作っちゃったね、あ、うん、元気そう、よかった、はい、さあ、あと1、あと1だと思うけど、違うかな、違うかな、合計20になってればいいんだよな、1,2,3,4,5,6,7,89、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、20だ、大丈夫ですね、うん、はい、合計20、今のところ無事だ、はい、よかったです、はい、1個目のセットだけちょっと1匹おそらくなくなっちゃってるんだけど、うん、でも幼虫の頭とか星になった形跡が見られないから、うん、結構早めにちっちゃい頃になくなってるかもしれないかな、あ、なるほど、さあ、そしてラストです、はい、ラストいきましょう、読めないですね、わかんないね、まだ結構サナギが多いから、うん、そうね、ちょっと人工養室準備しとこうかな、ちょっと待っててよ、はい、さあ、ラスト一ケースいきましょうか、うん、お、なんか動いてない、お、動いてる動いてる、めっちゃ動いてる、お、待って、めっちゃ動いてない、もしや、もしや、もしや、ネシアみたいな、いや、インドネシアのことネシアって言わないわってこと、いや、メシア、お、いました、メス、上に上がってきてたね、はい、もうメスです、はい、この子はもう活動ほぼ開始し始めたって感じ、もう餌を求めて上に上がってきた子、もうしっかり音も鳴らして、はい、キュッ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 なるね、はい、素晴らしい、何匹入ってるセットですか、それ、あ、これはね、10匹、待って待って、まだ動いてるぞ、もしや、もしや、いやいや、メシア、メシアみたいな、いや、その、あんな、メシア、メシアって、俺、何、分かんないんだけど、いや、俺も知らない、知らないんかいよかった俺の知識不足じゃなくて、あ、動いてるぞ、これちょっと出してみようか、結構これが一番羽化してるかも、はい、
さあ、いきます。残り9匹いきますよ。はい、はい、おお。あ、でもサナギもいる。サナギもいる。ちょっと早めに。ちょっと待って、どこ。危ない危ない。オッケーオッケーオッケー。はい、お、よかったよかった。はい、サナギもいました。うん、うわ、立派。すごい、元気だね。綺麗に浮かしてます。おお、すごい立派。うん、結構こいつ、ここすごい早いね、ここだけ。メスも今4。え、お、ここにもすごい、だいぶ固まってるわ、ここは。5。お、ここもだ。6。え、なんかそっちも動いてるね。うん、パワーすごいわ。パワーすごいよね。おー、メス7。はい、かわいいよな、このキュッキュなるやつ。7、ここかな。お、いました。おお、はい、立派。おお、サナギだ、危ない。はい、8。ここにサナギ。はい、はい、9。あと1匹、あと1匹いるか。こう、あ、どうだ。あれ、なさそうだけど。あ、いたいたいた、動いてるわ。潜ってってたんだ。早いね。おー、早い。メスだよ、多分。ほら、メスです。メスはやっぱ潜るのすごい早いから。すごい、みんな無事でしたね。はい、よかったよかった。すごい、一気に。うん、これがやっぱ楽しいね、多頭飼育の醍醐味でもあるかも。うんうんうん。はい、ということで終了です。はい、ちょっと一回これ綺麗にしましょうか。いきます、せーの。はい、はい、ということで、はい、綺麗に形を終わりました。うん、はい、結果サナギがまずちょっと戻しちゃったやつもいるからあれだけど、うん、メスが、この5匹プラス、2匹という感じで、サナギのメスが7匹、うん、そしてサナギのオスが、はい、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10匹。うーん、はい、ほぼサナギだったね、とりあえずね。うんうんうん、うん、これもやっぱ飼育下じゃないとなかなか見られないからね。はいはいはい、これはこれで貴重です。もう結構オスもメスも羽化してきそうな子が大半かな、でも結果的に。色味が、うん、どん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 この間にすら変わってそうな、あー、手ぐらいね。うん、そう、実際がどうかわかんないけど。そう、だからもう結構こう色味が違う子も、これが結構言ったらどっちかっていうと初期段階、はいはい、でこっちはもう最終段階みたいなね、うんうん、感じで、ちょっと足とか動いてる子とかいるんじゃないかな、もしかしたら。うーん、だからもうこの子とか結構もうすぐだね。お、うん、もう中はほぼほぼサナギじゃなくて、サナギってドロドロの細胞みたいになるんだけど一旦、うん、じゃなくて固まってまたあのカブトムシのフォルムにはなってるかな、うん、でこの子たちはまた動画外で人工のサナギの部屋に移し替えると思います。さあ、そして羽化してきた子、うん、これ今一旦ケースにまとめて入れてるんだけど、はい、はい、まずメスが、うん、10匹。おお、はい、すごい元気、うん、うわ、真っ黒だね。日本のカブトムシって結構赤いのと黒いのっていたりするんだけど、やっぱ真っ黒になる。そしてオスが6匹ということで、合計16匹になりました。はい、はい、やっぱまあ比率的にメスの方がやっぱサナギの期間短かったりとか、うん、早めにサナギになったりとかあるから、うん、そこでメスの方がちょっと早めに羽化してきてる分多かったけど、うんうん、サナギの子とかも含めたら結構オスメスの比率はいいバランスになってくれたかな、うんうん、でまたやっぱね、日本のカブトムシとは違う魅力もまたあるから、フォルム似てるとはいえ、うんうん、まあ、すごい魅力的な種類なんで、はいはい、うん、まあ、今後も続けていきたいですね、類代は、うんうんうん、でまだ他にも今後だから残りの子に関して言うと、もうちょっと後で掘り出した方がいいかなと思うから、次は、まあ、せっかくならね、サナギとかも
見せられたらなっていう部分もあったんで、次はもう全員羽化しただろうなっていうタイミングで、うん、掘り返そうかなとは思うんで、まあ、できるだけ動画にしようと思ってるんで、ぜひ気になった方は高評価チャンネル登録して待っててください。具志堅的にはどうだった？いやー、なんか珍しい回というか、うん、まあ途中で言いましたけど、うん、幼虫もいて、そうね、全幼サナギ成虫が全部見れて、うん、確かにそれはもう、うん、飼育してる人でしか見れない流れというか、あ、まあ一連のね、うん、流れがなかなか見ることができないですし、サナギの感じが、うんうん、大丈夫かなって思うぐらい動いてないので、そのそっから成虫見た時のこの成虫の立派な姿と力強さみたいなのが、ね、うん、そのやっぱ耐える時期を経て成虫になるっていうのを改めて見て、うん、まあその我慢の時期であったり、まあ確かにね、幼虫の時期にマットを食って、あの幼室もツルツルで硬くなって、幼室のあたりも羽化に行くまでにすごい体力パワーを使って羽化してきてるんだなっていうのを改めて感じました、ね、ああ、いや、よかったよかった、うん、そう、だからまあ多頭飼育とかって結構この国産カブト系がメインだったりする、国産カブトムシ的なやつがメインだったりするから、うん、結構この時期に1回とか年に 1,2 回ぐらいしかないからね、うんうんうん、それをまあ具志堅とやれてよかったですね、うん、はい、うん、でもやっぱ角短いイメージだけど、その中でもちょっと長い子とかも現れるんだね。この子とかでかいもんね。日本のカブトムシと似てるから、うん、でも日本のカブトムシだったらやっぱこの体格あったらよりもっと角長くてめっちゃでかくなってると思う、多分。やっぱもう体がぷっくりしてる、うん、でちょっと羽化不全になっちゃった子もすごい元気に、うん、もう固まってきてそうだし、はい、問題なく元気に過ごしてくれてそうでよかったね、うんうん、だからまああと残りの子と、まあ幼虫だった子はちょっと僕の中でも特に誤算ではあったけど、うんうんうん、まあそう、誤算で言ったらね、半分以上が羽化してなかったんですけど、うん、もうちょいだから、そうね、ちょっと早かった、ゆっくり成長してる、うんうん、そうだね、予想以上に今年はゆっくり羽化まで時間かかってるって感じではあるけど、まあサナギも元気そうでよかったし、うんうん、まあ、幼虫の子はねちょっとまた動画外で一旦だからさっき入れたんですけど、全幼の子、うん、サナギの空間に、うん、あの子たちはもう人工衛星に移して、で、さっきの幼虫だった子、まだサナギの部屋を作り始めてた子、うん、たちはそこに入れて一旦様子見ようかなと思いますんで、うんうん、はい、だからまあサナギの部屋、人工のサナギの部屋の作り方とかはまた説明動画みたいな再生リストとかに、載せたりしてるんで、うん、ぜひそちらの方も飛んでもらえたら嬉しいです、うん、あとは飼育本出してて、そちらの方に載せてたりもあるんで、サナギの部屋の作り方とか、うん、そちら概要欄に載ってるんで、そちらもお願いいたします、はい、そんな感じで今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。